ははい皆さんこんこにち講師、えー、の森山です、えー、今回はですね1時間でわかる不動産登記法ということで、えー、1時間で不動産登記法の概略ですね、えー、これをお話ししていきたいと思います、えー。司法書士の勉強を始めると、まあ、民法から通常始まりますがあこの民法というのは一般的なあ法律ですから例えばあ行政書士の試験でも司法試験でも、えー、もちろん取材される法律になります。ところがこの司法書士の勉強すると、えー、あまりなじみのない不動産登記法 という法律について勉強することになりますもちろん実務でて不動産登記の仕事をやることになりますから試験の段階でもこの不動産登記法について出題されて実務ができるように試験の段階で理解してください受験勉強で抑えてきてくださいこのようなことで出題科目になっているわけですねでこの初めて勉強するような不動産登記法あるいはこの不動産登記というものが一体何だろうか多くの人が勉強始める際に疑問に思うと思いますそのような科目があると どうしてもこの司法書士の勉強についてついていけるんだろうかまあ、不安になるかというふうに思いますねですから今回はこの不動産登記を1時間で聞いてもらってあそういう科目なんだそういう実務をするんだあぜひ理解をしてもらってから勉強を始めてもらえるようにお話をしていきたいと思います でこれから司法書士の勉強を始めようかというふうに迷っている方もいるかもしれません、ぜひこの1時間で司法書士の業務の中でも一番こう、うんまあ、メインであるです、ね、不動産登記についてお話をしますからあそういうことであれば実務できそうだというふうな判断材料としていただければと思います。それから、まあ、これからですね、勉強を始めよう、講座を申し込もうかなという方は予備校の講義がどういう講義かあるいは予備校を申し込むにしてもです、ねまあ、いろんな講師、いろんな学校があります。ぜひこう見比べてで ですね自分に相性の合う講師、あこの講師ならついていけるよという講師を選んでもらいたいんですが、例えば私がどのような講義をするのかそのような判断材料としても使っていただければいいかなというふうに思います。ぜひ体験をしていただきたいというふうに思いますね。あのまあ、自分のですね相性の合わない講師、生理的な嫌な講師であれば。 なかなかこう最後までついていきなくなっちゃうんですねで、あの先生ならついてたら受かるんだっていうふうに信頼できて、えー、相性が合うぞっていうのであれば最後までこうついていこうということになりますところがなんとなく顔見るだけで嫌だなとか声が嫌だなっていうのであればなんかこう行く気なくなっちゃうんですよよく中学生とかがですね、えー、成績が理科がいいんだなんて方は理科の先生と相性が良かったりあるいは場合によっては理科の先生が好きだったりとかそういうことになりますのでぜひ講師選び、予備校選びですね特にこの講師選びは 個人個人の相性が重要ですからぜひ自分の目で体感をしてください。 で予備校選びであれば実績だとかいろいろありますもちろんあの講師でも実績とかありますよ講師によってはやっぱり合格者がたくさん出る出ないありますただ有名な先生だったり、えー、合格者がたくさん出ていても自分とは合わないということであればすごい辛いことになって、えー、あの先生嫌だよねとか悪口言うようになってそうすると絶対受からなくなりますから、まあ、お互い不幸ですよねですからぜひ体験をしていただければと思いますでもし私のほうにです、ね、ついていけるよと、まあ、少なくとも嫌じゃないよというのであればぜひ 一緒に頑張っていけたらというふうに思いますそれでは始めていきましょうか今回は不動産登記法のですね入門編ということで1時間お話をしていきたいというふうに思います画面の方にレックのブレイクするテキスト出ておりますからこれを使ってお話をしていきたいと思いますさあまずですね不動産登記法を勉強していくことになります 不動産投機を勉強していくことになりますと言いましたがまずタイトルが不動産投機法というふうに書いてありますけれどもこの不動産投機法というのは一体どんな法律かというと、まあ、名は単を表すのが普通ですから法、法律ですよね不動産の投機に関する法律不動産の投機に関する法律なわけです。まず不動動産産とととは一体何かかかか土地とか建物のこでですすね、まあ、動かない財産ですから あ,あ不動産というのは土地建物のことだというふうに理解をしてください。でそれ以外のものを動産と言います。ペットボトル、えー、コンビニでペットボトルのお茶を買ったよ。これ動産です。だからそれを買ったのは売買契約をしたってことですから動産の売買になりますね。 でおにぎりもそうだし、まあ、食べ物ば,ば,ばかりではなくて、えー、車とかそういうもの全部動産になりますがあ土地とか建物、まあ、正確に言うと土地とその定着物ってことになりますが基本的には土地と建物だと思ってください、えー、不動産屋さんで買えるようなものが不動産になりますその不動産について登記をする法律だということになりますで不動産は土地と建物のことだよというふうに分かりましたけれどもじゃあ登記って何というとこ,こちらに書いてありますね、えー、登記とは何かというふうに書いてあります さあ登記とはすでにですねこちら国に一定の権利事項を登録しその存在をいつでも公にしておくことができるそういうシステムのことを不動産と言いますつまりその不動産についての現状とか権利関係を分かりやすく公示しておくそれで取引の安全を図っていこうこのようなものが不動産登記になります。例えばあの不動産 まあ不動産土地です、ね、あの土地地でですすねあののは誰もよとか例えばちょっと難しいですけれども「定当権」という権利がついてますよとか「いやそういう,う権利はついてないですよ」とかこういうのを分かりやすく公示しておく必要があるわけですねえ工事っていうのは誰ですから、まあ、その不動産あの土地誰持ってんだろうあの建物は誰が持ってんだろうって知りたければ 法務局に行くと、えー、このですね登記のシステムで登記、えー、事項証明書というのを取ることができます。えー、その登記、うん、自体はコンピューターの中に管理されてますから、あそれをプリントアウトした登記事項証明書というのを見ることができます。この登記事項証明書を見ると、ああの建物は甲さんのものなのねとか、おさんのものなのねとか、こういうふうに分かるようになってますから、それを公示というふうに言うわけですね。分かるようにする。例えば、あ皆さんの,、うん、この不動産であれば公示されておりますが、身分関係。 戸籍ってのは公示されてないですよね戸籍ってのは秘密情報ですから関係者しか取ることができません えですから、あの人は誰と結婚したんだろうとかあそういうことについては別に公に示す必要ないんですよただ不動産に関してはあの土地を買いたいというふうになったときにその土地が誰のもんなんだろうかあなんか抵当権みたいないつでも競売されちゃうような権利はついてるんだろうかっていうことは問題となるわけですねだそれを知らなければ取引できないわけですですからそのようなものを公示するために、えー、不動産登記というのがあるんですよということになっております。でもっとと言うと えー、不動産登記をする局面っていうのは物件変動ですねそのけん、えー、その不動産についての権利が移転したり、えー、した場合にはあ僕が買いましたよなんていうことを第三者に、えー、主張するために、まあ、正確に言うと対抗するためにという言い方になりますが、登記をしておく必要があります。例えば A さんの不動産を B さんが買いましたというときには A さんから B さんが買ったよっていう登記をすることによって B さんはですねあの建物は自分のものだあの土地は自分のものだというふうに主張することができるようになるわけです。これが不動産登記のシステムということになるわけですね。よろしいでしょうか。でよく言うのが例えば小学校1年生とかで教科書が配られます。えー 新入生になったと入学したとじゃあこれから勉強頑張ろうなんてことでクラスで教科書配られますよなんか新しい生活とか新しい国語とか配られますそうするとクラス全員同じ教科書を持ってますから誰のものだかわからなくなっちゃうで誰のものだかわからないようにわからないようにならないようにするためにですね、えー、名前を書いておく必要があります名前書いておけばこの教科書僕のだよとかいう風に主張することができるようになるわけですねで不動産も一緒で土地を買った人が あその土地に名前書いといた必要がないわけです表札とかつけておいたってそれはあ法律は何の意味もないですからそうするとその土地を買ったよということをアピールするためには僕のもんだよって、えー、第三者に主張するためには。 法務局の登記に自分の名前を書いておく必要があるわけですこの登記記記録登にです,、ね、自分の名前をすることによってこれは僕の建物だ僕の土地だというふうに分かるようにしていくこれが不動産登記のシステムですよということになるわけですねよろしいでしょうかこういうふうにです、ね、不動産登記というのは不動産に関する権利変動などがあった時にそれを登記しておいて取引の安全を図っていくんだあるいは権利を取得したぞというふうにアピールできるように えー、自分の権利が保護できるようにしていくんだまあ、これが不動産登記になりますではこの不動産登記ってどうして勉強するのかっていうと一番最初にお話しした通り実は、えー、この不動産登記の申請というのは司法書士の仕事なんです、えー、この不動産登記っていうのは実は後でまたやりますけど登記申請が必要になりますでまぁ、あ ちょっとだけ先言っておくと、まあ、ちょっとページが後ですから後でまた出てきますがあ不動産登記って例えば A さんの土地を B さんが買いましたって言ったときに法務局の登記官が勝手にあ、A さんの土地 B さんが買ったとか言って街を見ていて勝手に職権で入れてくれるわけじゃないんですよ。A さんと B さんが法務局に自分たちで申請していかなければいけないんですね。 でその登記申請ってなかなか大変なんです、今日実際に見てみますけど、なかなか大変なんです、ですから、それを代理して司法書士がやってあげるんです、いや僕たち、売買したんだけど、2人で法務局に行って登記申請しなければ、名義書き換わらないって言うんだよと。 で飼い主の B さんはいや僕名義にならないと自分のもんだって言えないんでしょで A さんは A さんで早く名義移さないと固定資産税がまた来ちゃうよとか言ってるわけですよそこで A さんと B さんで共同してえ法務局に登記申請をしようとしたいだけれども、なかなかかこういやそういう書類じゃだめですよとかあ添付書類が足りませんよとかいろいろ言われちゃってなかなか登記ができないわけですね。そういういい難しいこととをやってあげるのが司法書士と ということになるわけですこの司法書士は登記申請を代理としてやってあげる、えー、そういう仕事になりますね。でこの登記の申請の仕事というのはあののとしてやる時には司法書士の資格が必要です、えー、つまり仕事として金儲けとして、えー、この不動産登記の仕事をやりましょうってなった時に資格がないと法律違反になります。 え、弁護士とかあ司法書士ですね。弁護士と司法書士え、こういう資格がないと登記の仕事をやっちゃいけないんですねえ。勝手にやってしまうと、これはあ法律違反司法書士を違反ということになります。で、もちろん、例えば自分の登記を申請するのは構わないし、例えばちょっと自分の親がですねえ。登記が。 なんか忙しくてできないっていうからやってあげようとかそういうのはいいですけれどもこれはもう業として仕事としてやろうとなったらやっぱり資格がないと資格違反ということになってしまうということになりますでだから司法書士の仕事というのは基本的に代理業なわけですようん私業ってみんなそうですね例えば弁護士だって自分で訴訟すればいいのを、えー、ちょっと勝てるように代理してやってあげようとかあ税理士さんだって、えー ま、税金の申告を自分でできるんだけれどもえちょっと大変だからやってあげようとかこういうふうに本当は自分でできることを専門家として関与してあげよう代理してやってあげようというのが実はあ司法書士の仕事も、まあ、不動産登記に限りませんが今回、まあ、1時間でわかる不動産登記ということでえ不動産登記についてお話をしておりますがこの不動産登記を代理してやってあげるんだというのも、えー、司法書士のお仕事ですよということになっているわけです。 では具体的に司法書士がどういう局面で働くのか仕事をするのかということをですねちょっと次のページで見ていただきたいと思うんですが不動産登記手続きの流れというふうに書いてあります。不動産登記手続きの流れですね例えば売り主 A さんから買い主 B さんへの不動産が売却があったと。 そうすると登記的には A さんから B さんに売買による所有権移転登記が必要になりますが、この所有権移転登記が司法書士どんな流れで仕事になるのかということを実際の業務になぞれながらお話をしていきたいと思います。さあ見てください。不動産登記手続きの流れというふうに書いてあります。まず仕事なんですけれども、 えー、不動産の取引っていうのは、まあ、A さんと B さんが個人的にやることもありますが基本的には間に仲介業者とかが入ったりしてやることがありますから司法書士のところにはこの不動産の仲介業者などからあ依頼があります、まあ、銀行から依頼がある場合もありますが大抵は間の仲介ですね、えー、仲介の業者の不動産屋さんからあここに書いてある通りですね、えー、売り主 A 様、飼い主 B 様との関係で、えー、どこどこの土地建物の売買が行われましたと。えー、これをですねい、えー、いついつ 何々銀行何々支店で決済を行いますみたいな連絡が業者から不動産屋さんからやってきます。でこの決済というのが何のお話かというと A さんから B さんに売却があったということは B さんが A さんにお金を払わなければいけませんこのお金を払う手続きこれが決済ですねこれを銀行でやってことになります。ででなんで えこんな情報が司法書士に来るのかというとその決済に立ち会うというのがまず司法書士の仕事になります、えー、どうして立ち会うのかということは今からお話をしますがあ司法書士が立ち会うからこそ決済が成立をするんだというふうに言えるわけですねよろしいでしょうかでその準備のために、えー、先生いつ空いてますか決済やろうと思うんですけどもなんて連絡が来てそれに基づいてこう実際の決済をやることになります でえこちら事前調査当事者とのやり取りと書いてありますがまああのこの辺りは事前にいろんな準備をしますよでどんだけ事前に準備やっておくかということはやっぱり大事なわけですよ。え現場で判断できることっていうのは決済の現場で判断できることっていうのは本当にこう、えー、大きくないですからもちろんそこで重要なチェックもしていくんですけれどもやはり事前に。 どれだけ調査ができたかというのはやっぱり当日のですねうまくいくぞということにつながるわけです、えー、まあ対象物件の確認とかしておくとか、えー、それからあのいろんなことを調べておくとか場合によってはなりすましみたいなこともありますのでいろいろきちんとチェックをして問題がないように万全の体制を整えて決済当日を迎えます。さあこちら銀行のの応接室になりますす決済当日の状況ですね えー、皆さんがじゃあ11時に、えー、銀行に来てくださいなんて言うと銀行に司法書士さん行くことになります、えー、そこには当然、えー、売り主さんと飼、えー、い主さんがいることになりますそれから間の仲介に入っている不動産業者それから銀行の融資担当者がいますさあここに司法書士がどうして立ち会うのかということになるわけですよまずこの決済のお金の流れを確認します。もちろんんい主さんが 売り主さんににお金を払うことになります例えばこの不動産が3000万であれば3000万円って渡すわけですよところがこの3000万円というのはあー B さん飼い主さんが簡単に用意できるものではありません大体は銀行から住宅ローンという形でローンを組むことになります銀行が3000万円お金を貸してそのお金を買い売り主さんに渡すこういう状況なんですねところが えー、このお金ってそんな簡単に渡せるのかということになります。そうするとまず、えー、買い主さんがまあ、銀行からお金が借りられたとして、その借りたお金を売り主さんに渡すことになりますが、買い主さん簡単に渡せますか？渡せないですね。A さんがあ本当に登記を移してくれるのか。先ほどお話し,した通り不動産の登記名義を、えー、A さんから B さんに移さなければ B さんは自分のものだということが言えなくなります。 自分のものだと法律を主張することができなくなりますだから登記名義を A さんから B さんに移していく必要があるわけですが A さん、B さん、B さんがお金を払うにあたってもちろん実際の決済ではそんなこと言わないですが一応わかりやすく利害関係の対立を見ていきます B さんは A さんにこう思います本当に登記移してくれるんだろうな登記名義が自分のものにならないんだったらお金渡さないぞ お金渡すんだったら先登記移しな登記を移さないとお金渡さない本当に登記移るんだろうねむしろ登記のが先やんけなんて言いますよ A さんは A さんでいや登記移してお金払わないなんてことがあったら困るよ、えー、こちらが登記移すんだったらそっちだってお金、えーえー、先に渡しなよということになるわけですねということで A さんと B さんはいや登記が先だお金が先だみたいなそういう間なんですよそこで 司法書士が入るわけです司法書士は A さんと B さんの書類をすべてチェックして、まあ、書類をチェ,ックチェックするわけですね。ここに書いてありますが売り主、買い主への意思確認を行って必要書類の記名とか押印とか全部チェックして受領もします。例えば売り主さん権利子ありますかと まあ最近だと登記識別情報かもしれません。えー、権利証を見せてくださいと。あ確かに権利証ありますね。印鑑証明ありますか。えー、ここに実印をしてください。なんて形で登記申請に必要な書類をすべて集めて登記できるようにしていくんです。で、えー、銀行がいます。銀行だって簡単にその前提としてではありますがお金貸せません。どうしてだって銀行だってお金貸すならば買い主さんの買った不動産に 優先順位一番の抵当権をつけてほしいと思います。抵当権の設定登記を入れてほしいと思います。一番の抵当権設定登記が使わないんだったら、お金貸せないよって言うんです。 ちょっと難しい話になりますがこの低等権というのはいざとなったらその不動産を競売して一番先に配当を受ける権利なわけですねこれが低等権になります2番低等権3番低等権というのもありますが2番3番になっちゃうと配当はぐっと減ります1番の人が配当を受けてから2番2番の人が配当を受けてから3番というふうに回りますからやっぱり1番低等権じゃないと安心してお金を貸すことはできないんですね。 そこで銀行さんからすれば、いや一番定当権が使わないんだったらお金貸せないよなんてことになるわけですよ。そこで、えー、司法書士が出番なんです。司法書士はその定当権設定登記、えー、が入れられるような種類を全部当日整えます。実際にはその前からあいろいろ書類を見せてもらってこれ持ってきてくださいとかこれ足りないですよとかアドバイスをしながらチェックなんかしていきます。で司法書士さん全部チェックします。 抵当権が設定できる書類全部チェックします。所有権移転登記ができる書類全部チェックします。そこで当日こういうふうに言います。私は書類を全部チェックしましたと。これで A さん名義の今、えー、登記があるんですが、A さんから B さんに私は確実に登記を移すことができる書類が整いました。 これで私はあこの決済が終わったら A さんから B さんに、えー、もうすぐ登記を移しますで銀行さん、えー、一番定当権があ設定登記申請できるような種類もすべて整いました、えー、私はこの決済が終わり次第 A さんから B さんへの登記申請をして明記書き換えをしてそこに、えー、銀行さんの一番定当権を設定します銀行さん安心してお金を融資してください買い主さん安心して売り主さんにお金払ってくださいという 掛けけけ声をかけるわけですよ、まあ、実際の決済では融資係に OK ですとは言うぐらいではありますあ書類整いましたと言うと分かってくれますからねもう慣れてますからで一応、理屈から言うとそういうことです、えー、司法書士さんが OK ですと言うと銀行は融資をするで、融資された会社はお金を払うこれでお金動くわけですそこで司法書士がお金が動いたのを見届けて、えー、じゃあ、これでお金動きました。 約束通り私はこれから A さん名義の不動産を B さん名義にしますで定当権を設定しますという形で決済が終わるわけですでもちろん司法書士はこの決済の現場で高らかに宣言したとおり登記申請をしていきますで登記申請をしていって名義書き換えをして定当権の設定登記をして後日きちんとお客さんに登記が完了しましたと。 でそれからあ必要ななな書類が出ててきままししたといいうのを渡していくことになります、まあ。登記、えー、識別情報というのが出,る出ます。これ昔で言う権利書なんですけど今、権利書という制度はないですから登記識別情報というのがこれ B さんですね、えー、権利を手に入れた人に、えー、通知されますから、まあ、権利を手に入れた人宛てに出ますからあそれを法務局から受け取って、えー、B さんに渡していくよと。 このようなななこことになるわけでですねこんな形で決済が終わるわるけですささあ皆さんこの決済で私は登記申請できる準備が全部整いましたこれで A さんから B さん名義になります抵当権もつけられますと言っておきながら後からすみませんあの、いつ書類が足りなかったんです印鑑証明が足りなかったんですとかあここに実印をして,教えてもらうの忘れましたとかいうことはなかなか言えないですよだってもうお金動いてるんですからね。 でもちろんえ実際にはそういうこともあって後からハンコをもらうとかあごめんなさいとか言いながらもらうことはあるかもしれませんがこの A さんが替え玉だったりしたらそれはもう B さん名義になることはないですよねですからこの決済というのは本当に責任が重大ですまさに司法書士の信頼性があるからこそお金融資するしお金払うわけですよ非常に大事な仕事だというのが分かっていただけるかと思います 日本の不動産は司法書士がいるからこそ動いていると言えるんだということです。登記申請というのは自分でも申請することができますがこの決済の場面ではお金から見ますからこの100%司法書士が関与することになります。 でその下のところにですね、えー、不動産登記の、えー、登記申請の司法書士の関与率は90%以上と書いてありますがあの不動産登記全部は90%以上と書いてあります、えー、例えば相続登記だとか定当権抹消登記だとかいろんな登記がありますで例えば相続登記なんて急ぐものではありませんから本人がゆっくり申請することがあるかもしれません定当権抹消登記ならはそんな難しい登記ではありませんから自分で申請することがあるかもしれませんそういうのも含めて90%です この決済に関してはほぼ100%ですよ。だってお金絡むんだから例えば A さんがあ僕申請しますとか言ったら怪しくてしょうがないですよね。大体いい、えー、この司法書士という専門家が入んないと銀行だって融資しないし飼い主だっかお金払えないですよ。えー、お金払ったあとに A さんが当機は僕に任せてねとか言ったら怪しくてしょうがない。ということで、えー、この決済が絡む場面であればほぼ100%、えー、司法書士が関与することになります。 でほぼといったのは場合によっては例えば弁護士が立ち会うというケースもあるかもしれません大きな事件の場合にはただそれでも司法書士が関与する場合はありますねえ例えば弁護士さんって早記に接種を作るのは得意じゃありませんあの一応ですね 弁護士のの資格っていうのはオールマイティーですから法律に関してはですから司法書士の専売特許である登記申請も弁護士やっていいん,ですやっていいんだけれども弁護士の本業は訴訟で登記についてはそんなに詳しくないんですね。ですからあの登記申請というのはやっぱり法律ではありますけれども一般的なあ訴訟なんかとは別物ですから。 やはり専門家である司法書士の方が強いので例えば弁護士が立ち会うときでも司法書士が横にいて一緒にやるとかいうことは多いですねそういうことも含めてほぼ100%というふうにお話をしました実際にはもう司法書士が普通は関与するんだというふうに思ってい,ていただければ本当にほぼ100%ということになるわけですこのように不動産登記の実,際の実務ではこのような決済の現場なんかで司法書士が活躍することになります ただあの先ほどちょっとお話しした通り司法書士がこの不動産登記の仕事をしますが不動産登記はこの決済の現場だけではなくて例えばお父さんが死んじゃったけどお父さんの財産を子どもたちに移転しなきゃとか名義書き換えをしなければとこういう場合にもやはり登記申請は必要になりますからその時にも司法書士が相続の登記をしてあげるということになります。 で相続の登記は相続の登記で結構また大変なんですね。なぜかというと例えばお父さんの相続人が子どもたちだとすれば本当にその子どもたちにこう移転する明確化をするわけですけれども本当に子どもたちはこの3人なんだろうねなんていうことを証明した上でないと申請することができないんですね。で実際には戸籍を集めます で私なんかも実務でいっぱい相続登記やりましたけれども大体お客さんが言うのがあ戸籍は自分で集められますって最初言ったりしますところがあの自分で戸籍集めますって言ってる人がまあ集められることはまずありませんいや皆さんだって思いますよね戸籍ぐらい役所に手取り行けばいいんでしょうということになりますが実はその例えばお父さんが亡くなったすればお父さんの 13歳ままで遡った戸籍が全部いります13歳というのは生殖年齢ですね子供を産めるようになる年齢ということで13歳というふうにされているんですが13歳以降であれば子供を産む可能性があるわけですですから例えば今の妻の子供が3人いりおったってもしかしたら昔に隠し子というかいたかもしれませんそういうのを戸籍をさかのぼって全部集めなければいけないんです。で例えばです、ね、現在ののいうのは あの現在のことししか証明してません転籍前とか例えば結婚してる方であれば今の戸籍って結婚後に作った戸籍ですよねだから結婚前は親の戸籍にいたはずで親の戸籍まで取らなければいけないさらに転籍をしていたらその前の戸籍まで取らなければいけないということでかなり遡ることが要求されます特に戸籍が何回も変わっている方であればそれをずっと遡っていくこともが必要になるわけですね。で私のやった実際に 実務なんかだとですね私たち3人だけが相続人ですとかあ言ってきたわけですよ。でそこで私もですね、えー、まあ一応聞くわけです。でも話進めちゃいけないんですあのちょっと戸籍取りますとほ、えー、他にも相続人があー、まあ、いるとは言いませんけれども一応こちらも職務として、えー、戸籍取って相続人を確定させてから。 えー、ちょっと職務も進めないといけませんと「いや私たち3人だけですからあもう遺産分割協議をここでやりたいんですけど」と言いますけれどもこちらもやっぱりプロですからね、えー、ちょっと戸籍を見ないと判断できませんということで、えー、ちょっと待ってもらうわけですよ。えー、もちろんお客さんは「えー、何言ってんだ」って自分たちが言ってるから間違いないじゃないかっていうわけです。で戸籍取ってみると、えー、いるんですお父さん子供他に。 いやあの戸籍を遡ってたら昔お父さん結婚していて子供いたんですとその子供がが戸籍に乗ってますから遺産分割をするならばあその子も一緒にこう協議をしなければいけないんですよって話をしてびっくりしてましたけれどもねですからそんな形で相続人特定した上えで登記をしていくということが求められますからなかなか相続登記も一筋縄ではいきません。 でこの相続登記に関しても今かなり社会問題になってます相続登記が未了の不動産というのが山ほどあるわけですで、九州ぐらいの大きさの不動産について実は登記がされてないっていう話なんですねですからこの不動産登記をですねこれからどうするかなんてことが今本当にこう、えー、まあ死活問題というかですね社会問題になっていて、えー、まあ 法務省とか国会の方でもですね相続登記を義務化しようかとかいろんな動きが出ているところではありますがこれからまた皆さんが実務に出ていくとその不動産登記の在り方というのも少し変わっている例えば相続登記なんかもっともっと求められることになるかなというふうには思いますね。 えー、よろししいでしょうか、まあ、こんな形で、えー、不動産投機の流れについてお話をしてちょっと余計なことまで言いましたさあ,あではこの不動産投機についてですね少しお勉強をしていくことにしましょうまずここに投機簿の内容と書いてありますが実際にですね、えー、不動産投機簿、まあ、あの一つ一つの不動産に載っていることを不動産投機記録と言いますが投機記録には何が書かれているのかということをちょっと,ちょっと画面小さいですが確認していきましょうか。 えまずこちらのですね太字のところを見ていただきたいんですが、えー、権利の主体に関する情報や、えー、内容や、えー、ごめんなさい、えー、権利の主体に関する情報や内容に関する情報が記載されている部分を権利部と言います、えー、不動産登記は表題部と権利部というのに分かれていますで表題部というのは先ほどこっちに載っていたあこの土地はどんな現況なのかですよね例えばこれ見てみると、えー、どこどこの え何丁目の何番の土地ですよとかえそれからあ使い道、地目と言いますが畑ですよとか大きさは100平米ですよって書いてあるで建物に関しては、えー、どこどこの所在はどこどこにありますよ横浜市の戸塚にありますよとで、えーまあ、200番の場所にありますよと家屋番号200番ですよ、まあ、200番地にある、えー、200番という家屋番号の建物ってことですよね。でそれから 工場っていうふうに種目が書いてあります、それから構造なんかも書いてありますね、構造が、えー、鉄筋コンクリートおー、陸屋根、2階建てですねで、1階の大きさ、2階の大きさなんか書いてあります。このように、えー、土地、建物の原凶が書いてある部分が、表題部と呼ばれている登記簿の一番上の部分です、えー、これ、えー、土地の表題部で、これ、建物の表題部でもちろんこの後に権利部がそれぞれ続くんですけれども、えー、こんな形で表題部については、あそれぞれの登記録に存在します。 で、えー、皆さんがうん司法書士の勉強する限りこの表題部ってあんまり気にしなくて結構です。もちろん実務出るとどの土地なのかどの建物なのかっていう特定は必要ですけれども。 登記っていうのはもちろん登記記録に変更が生じたら申請が必要になりますがこの表題部に変更が生じた場合には司法書士の仕事ではありませんこれ例えば畑が宅地転用されて宅地になりましたとか農地転用されて宅地になりましたって場合にはこれ基本的には土地家屋調査士が申請する仕事になりますだからこの表題部に変更があった例えば今言った注目変更もそうだしこちら例えばそうですね建物の大きさがリフォームされて変わりました したよなんて時にもこれ統治家屋調査士からの申請になりますで司法書士はこちらの権利部の申請になります例えばこの広区というのが所有権に関する登記がされる部分になりますがこちらですね例えば権利が移転したら所有権移転て登記が必要になります でちょっとこれ一部移転なんで難しいですがこの工区の一番下に名前が書かれている人が現在の所有者ですよという,ふうに読み取ることになりますね。工区というのは所有権の流れが書いてあるコーナーですから A さんから B さん、B さんから C さん、C さんから D さんというふうに所有権が移転する旨が書かれます。 で先ほど、定等権という権利があるというお話をしましたけれどもこちら、ですね、えー、この不動産に定等権という権利がついているんだそうするとこの不動産はいつ競売されてもおかしくないわけですがそのような定等権がついていたりする場合にはこのようにおつくというところに定等権設定登記なんていう形で載せていく必要があるわけです。 これが登記記録ということになりました。登記記録はこのように誰のものかというのがコ区に書かれて、でそれ以外にどんな権利が付着しちゃっているのかというところがおつくになります。だからもしおつくがなければこの不動産は何の制限もついてないような権利ということになりますから安心して買うことができます。もし抵当権がついているならばこの抵当権が消えなければちょっとこれは 不不安な不動産ということになりますよねこんな形で、えー、不動産の状況がわかる逆に言うと状況がわかるように登記をしておく必要があるんだよとこういうことになるわけです。では、えー、次の項目では、えー、登記申請ですね先ほどから、えー、登記を申請していく必要があるよと。 登記を申請していく必要があるよと言いました。登記官が職権で登記をしてくれるわけではありません。登記を自分たちでこう申請をしていかなければいけません。で、えー、ちょっと太字寄っていきますが、こちら登記の申請を、えー、法律上ですね、公法上義務付けることはないのが原則です。といことで、登記の申請は義務付けられておりません。 一応義務じゃないんですよここまで見ていくとなんか義務かなというふうふに思うかもしれませんけれども登記というのは自分が権利を取得したんだというふうにアピールしたいときにするのであって別に権利を保護されなくていいよというんだったら登記しなくていいわけですただ、何千万も出して不動産を買ったとすれば自分のものじゃなくなると困りますよねだから普通はもう胃の一番で登記申請します。 さっき言った通り、ふた決済の現場ですぐやります。お金を払うときにもすぐやる。あるいはお金を払うのと引き換えに登記を申請するということをしますから、もう義務付けてはいないけれども、ほとんどの人はやっぱり登記申請しないと安心できないですからしますよ。まあ、それは普通ですよね。自分のものに確実にならないのにお金だけ払うのは嫌ですからね。で、この登記申請なんですが、 次のふとじみてもらうと書いてある通り、当事者の申請に基づいて申請するんだということになっています。先ほどから言っている通り、登記官が職権で登記申請があったぞというのを見つけてくれてやってくれるわけではありません。自分たちで所有権移転がありましたとか、抵当権設定がありましたというふうに、自分たちで登記申請をしていかないといけないんだということになるわけですよ。よろしいでしょうか。しかもそれは、共同申請。 えー、不動産登記法60条によれば登記の申請は登記権利者および登記義務者のがこれを共同してやることが必要だよこれを共同申請主義と言います、まあ、こちらに図がありますが売り主さんと買い主さんが僕たち所有権移転しましたと売買、えー、して A から B に所有権が移転しましたということを2人で仲良く申請していく必要があるんだこれを共同申請というわけです。 ただ先ほどからお話が出ておりこの2人で登記申請するのはなかなか難しいですから実際には2人から依頼を受けた司法書士が申請していく2人から依頼を受けた司法書士が申請していくというふうな形になるのが普通ですけれどもとにかく、えー、本来であれば2人が共同してやらなければいけないということになります。 で、登記を備えるのが自由だ。飼い主さんの自由だというならば、B さんが一人で行けばよさそうなもんですが、A が関与するからこそ、確かな登記が実現できるんですね。特、えー、官の吹き出しの中に書いてありますが、A が申請に関与しているのだから、虚偽の申請ではないだろうなというふうになるわけです。よろしいでしょうか。あの登記っていうのは鶏主さんにとってそんな話ですよね。え、その A さんがああ自分で進んで登記申請しているということは まず間違いないというふうに見てくれるわけです B さんが一人で登記申請してきて僕不動産買ったんです僕名義にしてくださいとか一人で言ってたら怪しいじゃないですかですから A さんが共同して申請することによってあ損するはずの A さんが進んで申請に協力してるんだからこれは間違いないだろうというふうに見てくれるんですねこのように、えー、売り主さん、えー、まあ実際には登記義務者と言いますまあ売買であれば売り主さんです 登記というのは必ず誰かの名義を誰かにするとか登記を抹消するとかですからどちらか損するはずなんですその損する人を登記義務者として協力させて2人で共同申請していく必要があるんだよということになるわけですよろしいでしょうかで、えー、その下見てもらうとですね申請の方式なんですが登記申請はあその共同申請でやることになりますが実際にはどういうものを法務局に出していくかというと申請書申請書 に添付情報を付けて添付書類つけて出していくことになりますで申請書っていうのはどういうふうなあ申請書を書いていくかってことを皆さん勉強していくしこの申請書を書くのが難しいからあなかなか一般の人は登記申請することができないんですね、えー、司法書士がこの登記申請書を書いて出していきますで皆さん試験ではこれ、えー、記述問題として出されます実際の司法書士の記述問題ではああ 皆さんが司法書士になりきっていただいてお客さんがこんな書類持ってきましたとでどんな登記申請をしてあげればいいですかみたいな問題が出ます実際にこう問題文を見てみるとですね、えー、なんか A さんがこんな書類を持ってきてやら B さんがこんな書類持ってきてやらあこれが登記録ですよとかこんな売買契約書がありましてとかこんな戸籍がありましたとかもう十何ページにわたって資料を添付されます。 それを見て一体何が起こったのか皆さんが判断して必要な投記申請書を書いてくることになります。だから皆さんに求められる力はまずその別詞を読み取る力ですねこれが解放ということになります。で実際のこの解法は模擬テストをやる中で身につけたりあるいは講義の中で身につけたりします。で私のクラスではですね記述問題どう解くかというこの解き方の部分まで含めてお話はしていきたいというふうに思っております。 でもう一つがひな形ですね、えー、そのどういうふうにチェックするのかっていうのが分かったところで最後に書くのはひな形です、申請書です。だからこの申請書を書けるようにしていくというのも皆さんの勉強になります、えー、資料を読み取る力、これは、まあ、あの現場でこう読み取るしかないんですがもう1つは、えー、記述のー記載例を覚えておくことこれを覚えてないと書けないですからね。 えー、いくら読み取ったところで所有権というのは売買が起こったんだねとうう読み取ったとしてもじゃあ売買による所有権移転の申請書のフォーマットを覚えてないと書けないわけですよ。で、えー、最近よく言われるのが申請書を覚えているだけでは受かりませんと。 ひな形を覚えてるだけでは受かりませんということはよく言われますがそれはひな型を覚えなくていいという意味ではありませんひな型覚えるだけでは足りないということはひな型覚えなきゃいけないんですよちゃんと解放を使ってえ資料を読み取った上でその読み取った情報をもとに自分の覚えてるひな型を書かなければいけないんですからひな型を書かなくていいという意味ではありませんえきちんと読み取れる練習とひな型を書く練習両方必要ですよというふうに言ってるに過ぎないわけですね、まあ、その辺りを誤解しないようにして いただければというふうに思います、えー。よろしいでしょうか。で、この雛形はあのこれから勉強する中で逐一を覚えてもらいます。で、今日は、えー、雛形を一つ見ていきましょう。所有権の移転登記っていうのがあどういう雛形を使って書くのかというのを最後にお話をしていきたいと思います。ちょっとこちらを見てください。まず事例のところです。えー、河野一郎はおつの次郎に対し平成24年10月3日 あ千代田区三崎町1丁目1番1の土地の所有権は売買代金の支払いが完了したときに、おつの次郎に移転する旨の所有権移転時期に関する特約を付して、本件不動産を売ったということで、えー、河野一郎からおつの次郎に不動産を売りました、その申請書を作れということですね。で、お、えー、野の次郎は河野一郎に対し24年、えー、10月11日、売買代金全額を支払い、河野一郎はこれを受領したと。えー、司法書省無太郎は こんな形で実際の試験でもホーム太郎とかホーム律子になったつもりで書かせるわけです河野一郎および、えー、乙野二郎から上記売買契約に基づいて必要となる登記の申請手続きについて代理することの依頼を受けたというふうに書いてありますからこれで、えー、ホームー太郎さん必要な登記申請をしなさい回答欄に申請書を書きなさいなんて問題が出てくるわけですねよろしいでしょうかではちょっと実際に見ていきましょう 今気楽に聞いい。てください実際の試験ではですね、実際の講義ではこのひな形を覚えてもらうし実際の試験ではこれを書いていくわけです先生どの部分を書くんですかというと、まあ、例えば目的って書いてあって空欄があったり原因って書いてあって空欄があったりして穴埋め式の問題が出ることがありますがかつてはこれ全部上から下まで白紙で書かせたこともあります。 ですから一通り声のをかけるようにしていく必要がありますけれども、まあ、この下半分のあたりはですね、えー、まあ、いつも一生の記載ですから、まあ、このあたりがポイントになりますね。えー、このあたりを覚えていくということになります。だからひな形集なんかでもここから上が基本的に乗ってるよということになるでしょうね。ではちょっと見ていきましょうか。まず、 えー、どの権利をどうするかという大雑把な部分つまり、えー、何か権利が変動したからあ登記を申請するわけでどの権利がどういうふうに変動したんですかというのを登記の目的として書いていきますここでは所有権移転ですね、えー、所有権という権利が移転したんだあ、河野一郎さんから大野二郎さんに売却があった関係で、えー、河野一郎さんの所有権が大野二郎さんに移転したよという登記申請ですから あ所有権移転登記官さんあ所有権の移転という登機を受理してくださいなんて形で書いていくわけですよ。で次その所有権移転した原因つまり物件変変動動ががが起ここったた権利が変動しとということにはは必ずず理由があるはずです例えばお父さんが死んじゃったからお父さんから息子に権利が承継されたんだというのであれば相続という原因になるし A さんの土地を B さんがずっと持っていたから自分のものになりましたというんだったら自己取得になるし。 それからあもらったって言うんだったら贈与になるし売ったんだったら売買ですねだから年月日売買平成24年10月11日売買ということになりますよろしいでしょうか。で次ですね今度は権利者あ義務者権利者義務者ということになりますけれどもこの権利者っていうのは投機、えー、権利者 あこの登記をすることで得する人です。今回はあ河野一郎さん名義を小津野二郎さん名義にするわけですから小津野二郎さんが得する権利者登記をするときの権利者になりますで河野一郎さんが義務者ですね、えー、河野一郎さんが損しますから河野一郎さんの名義を小津野二郎さんにしてください、えー、このような申請になっていくわけですよろしいでしょうかで次添付書類添付書類ということになりますね あだから、あれですよこの2人がこの2人があ実際の共同申請の登記申請人になるわけです、えー。損するはずの河野一郎さんと得するはずの乙野二郎さんがあ共同して申請していくんだよと、えー、いうことになりますね。で、えー、共同して申請するんだよということになるし、でそれをですね、あのー、代理して申請するのが司法書士になるわけです。こちら代理人と書書いてありますがが司法書士のホーム太郎さんが あ2人を代理ししててて申請していきまますすってことになりますだから本人申請するならばこの2人が申請するわけですがそれを代理として司法書士がやっていくんだということになります。で司法書士は、まあんこしていくこうとになります。これ職員といって,言って、えー、実務出た後にはこの職員を作ってですね、えー、自分のはんという形で作っていくことになるわけです。よろししいでしょうか で、えー、次なんですけれども、えー、このように申請書を作っていくんですが実際には添付書類をつけてい,ないかないといけません添付書類というのはあこの申請書が本当に真実にかなっているかどうかということを、えー、証明するためにつけていくことになりますまず添付書類として登記原因証明情報というのをつけていきますがこれは登記原因というのはこれのこと原因って書いてありますね登記原因この登記原因を証明するものです。つまり 売売買買を証証明明すすするるももののなんでは例えば売買契約書になりますね売買が起こりましたよということを証明していくためにこの登記原因証明情報をつけていくことになりますそれから、えー、その人は住所証明書ってありますがこれもですね、えー、住所証明情報ですね、まあ、住民票ですよ、えー、個人の住所を証明するものは住民票だから実際には住民票をつけていきますがそれを住所証明情報と書いた上でえで、ー、添付していくことになります 実際にはだから住民票をつけていくんですこの申請書とその後にうわーってこう添付書類つけて保持規制閉じて出すみたいな感じですね。えー、いうことになるわけですがで誰の住所証明がいるんですかどういう場合に住所証明がいるんですかというのをちょっとしっかり押さえてほしいんですけれども。 あののこういういも申請書をですね一つ一つ丸暗記していったらきりがないんですよ。あのー、例えば、ですねこの申請では住所証明いるこのし申請はいらないこれ、いる、これ、いらないえこの申請いるっけいらないっけ覚えてないやとかいうことになりますからどういう申請書でいるのかどういう申請書でいらないのかというのはちゃんと理屈ごと覚えないとだめです。これがまああのきちんとしした勉強ですからね理解なしに あの暗記したって応用聞かないし忘れますし知らないことが出たら答えられないですよで覚えること増えるし例えばあの申請書って100枚以上あるんですよそれすべて住所証明がいるかいらないか丸暗記していったらきりがないし絶対間違いますですからどんな時に住所証明がいるのかどんな時にいらないのかっていうのをきちんと理解して論理的に考えてください。住所所証明とというのは新ししく所有者として名前載せる人が あ出てくるる登記ででいるんですでやっぱり所有者の住所っていろんな責任も絡んでくるし固定資産税も払わなければいけないし住所証明つけて住所を確認してほしいって要請はあるわけですね。これがた例えば今回の申請で誰も所有者として名前載せませんとかいや、低当権者としては名前載せるんですけどとか誰かの権利を抹消する登記を申請するんですけどとかそういう場合であれば、えー、別につ、うん、けなくていいですけどこの住所証明はですね、えー、そんな形で。 あの誰かが。 あ所有者として名前載せるんだ新たに所有者として名前載せる人がいるんだという時に、えー、つけることになります今回はオツノ二郎さん名義にするわけですからあオツノ二郎さんの住所を証明していく必要がありますで、ツノ二郎さんの住民票をつけていく必要がありますだから皆さんは住所証明というのはですね、えー、新しく、えー、所有者として名前載せる人がいる時にその人の住民票をつけるんだよその人の住所証明をつけるんだよというふうに、えー、きちんと理解をして抑えていく で私の講義の中ではそのような理解は全部言いますからあ丸暗記では通用しませんからね受かるためにはきちんと実は理解していかないといけない、えー、この試験を覚えることが多いので私もよく言いますちゃんと覚えなきゃだめだよということになりますがそれは結果論であって覚えるためには前提として理解がなければいけないし理解してない記憶なんていうのは覚えづらいし意味がないわけですよ、えー、ちゃんと講義を使って理解をしてください。で代理権限証明情報、えー、こちらは 簡単に言うと司法書士が代理人として申請しますから当機関は思います司法書士の先生ちゃんとお客さんから委任されてるんだろうね、えー、代理受けてるんだろうね、えー、ちゃんとした代理人なんだろうね証明してよっていんでつけますから代理権限証明情報、えー、河野一郎さんと小津野二郎さんからの委任状ですよ2人から依頼を受けてる委任状、えー、法務太郎に登記申請を依頼します、えー、河野一郎、えー、法務太郎に 登記申請を依頼します。乙野次郎、ハンコハンコっていうそんな委任状が必要になります。よろしいでしょうか？で次なんですけど、上に戻って印鑑えっ、ー、と登記識別情報ですね。登記識別情報。これ何かって言うと義務者の本人確認の書類です。 で先ほど言いました登記というのはあと損するはずの義務者が一緒になって申請してくるから確かな登記が実現できるんですよというお話をしました確かな登記を実現できるんですよというお話をしましたただあその確かな登記が実現できるんだということではあったとしても うん、それは、ですね、えー、それは義務者の意思確認ができたからですが義務者の意思確認の前提とすれば義務者の本人確認が必要ですえ河野一郎さんあなた本当にこの人に言ったんですかはい、えー、ということを意思確認できるのがこの委任状だったり特使に請書だったりするわけですよでもその前提としては義務者の本人確認をしておくことが前提ですよねで義務者の本人確認ってどうやるんですかというと登記の申請の時に免許証を見せてもらったりしてもいいですがもっといいシステムがあります。 義務者っってていうのはすすででに等規模に名前が載ってる人です例えば A さんから B さんに所有権移転するときに A さんが義務者になると言いましたがなんで義務者になるかというと載ってるる名義が B に移るからですよえつまり義務者っていうのは登規模上名前があってそれが移ったり消えたりするから義務者なわけですね。つまり義務者っていうのは1回は登規模に名前載っけてるんです。 ということは名前が乗っかっているときにパスワードを渡しておけばいいんですよ。あなたのパスワードこれだよえ。今度あなたが売るときには持ってきてね。それが本人確認になるからね。誰も見しちゃダメだよ。誰も渡しちゃメだよ。ってって渡しておくわけです。これ昔は登記済み証つまり権利書の制度だったんですが今ではパスワードそれを登記識別情報と言いますからこれは義務者が必要ですね。義務者え河野一郎さんの、えー、登記識別情報これを添付していくことになります。で 印鑑証明書実はこれも同じ目的で、えー、義務者の本人確認のためにつけますただ、えー、義務者の本人確認の時に、えー、登記識別情報はつけますが印鑑証明書は特殊な場合につけますそれは所有者が義務者の場合です所有者者が義務者の場合だから同じ義務者になるとしても低等権者が義務者例えば低等権抹消登記とかであれば低等権者が義務者ですからその場合には印鑑証明いりませんつまり 一般的な本人確認は登記識別情報で十分というふうにされてるんですけども所有者が義務者の時には大事な権利として義務者になるんだからダブルチェックさせてくれということで印鑑証明書も必要になりますで印鑑証明書って実務出るとピンで単独で必要なことってまずないんですよ。印鑑証明書書ってそもそもも何の書類かっていうとう 実印を証明するものが印鑑証明ですからこの印鑑証明というのは河野一郎さんの実印に間違いないということの書面なんです。でこだからこの代理権限証書河野一郎さん側の委任状は実印を,を押した上で印鑑証明書でそれを証明する。 実印を押した上で印鑑証明書でそれを証明するということになりますね。だからさっきの決済の現場では売り主さんの委任状ももらう必要がありますけどそこは実印です。買い主さん側はあの売買に関しては実印じゃなくて結構です。ただ、定当権つけますからそこで義務者になりますので、えー、定当権設定登記の義務者としては印鑑証明書がいりますけれどもね、えー、なんて話にはなっていきます。まあ、今はなななんんとくく聞いいいいてください、まあ、そんな形でで添付書類がりますので あのとにかくそんな形で、えー、これきちんと理解をしておく必要があります一つ一つ申請書100枚以上ありますからねで、えー、私のクラスではあの携帯小書書のひな形集なんか使って、えー、覚えやすいように工夫をしておりますがそれでも100枚以上ありますから論理的にきちんと一つ一つ考えながら勉強することによって暗記量を減らすということが非常に重要になっていきます、えー、覚えることが多ければ多いほど工夫して覚えるで私の講義なんかではその記憶 というものの負担をいかに減らすかということを念頭においてやっております。例えば記憶量を減らすってこともそうだし、えー、必要なもの以外やらないと出社選択をするということですよね。で逆にあの必要なものは全部やるということではあるんですが。 あとは必要なものだって覚えきれないですのでそれを例えばどうやって覚えられるかということで、えー、復習教材、えー、なんかを作成したりだとか、えー、あるいはですひな形を作ったりだとかああいうこともあるあとは語呂合わせを作ったりあとは理解してもらったりとかとにかく、えー、皆さんが自宅でこう復習をする、えー、記憶の負担というのが減るように講義を工夫しております。えー、特に講義の中でで声を張りり上げたりとかですね あの皆さんに印象をつけてお話をするのもそのためでなるべくインパクトが強いとえなるべく講義の中で覚えちゃえばその分自宅の復習時間減るわけですよえそんなことで講義の中でえ最大限覚えられるように、えー、もうそういうそい講義だけではなくて講義の中の情報だとかあいろんな伝え方だとか工夫はあしていきます。 とにかくそんな形で,です、ね、100枚以上の申請書をどうにか覚えていく必要がありますが一つ一つ丸暗記ではなくてきちんと工夫して覚えていくようにしましょうで残りの部分を見ましょうかで、まあ、東京法務局って書いてありますが今回、この三崎町の不動産ですから東京法務局に申請をしていく必要になりますが、えー、管轄というのがあるんですね。 で今回、えー、不動産登記って例えばあそうですね豊島区の不動産であれば豊島の法務局とかあ新宿の不動産であれば新宿の法務局とか、えー、名古屋の不動産であれば名古屋の法務局という風うに全部管轄というのが決まっていて管轄に申請して行かないといけないんですねだってその、うん、不動産の登記記録っていうのは備え付けられている法務局があるわけですよまあ実際にはインターネットでつながってるからいいじゃんって言われたらそうなんですけどまあそういう 申請しななきゃいけないけ局決まってるんですねだから今回はあこの、えー、千代田区の不動産ですから東京法務局本局です九段下にある本局に申請していくことになるんだよということになりましただから例えばですね私実際にあの新島の法務局とか行ったことあるんですよ新島の不動産の売却があったもんですから新島の不動産に、えー、法務局に行きました。 で昔はインターネット申請できませんでしたから司法書士が現場のこう、えー、法務局まで行かなければいけなかったんであので調布空港からあれですよ新島に行く飛行機っていうのは、ね、あの通常のこう、えー、羽田、福岡便とかと違ってですね、あのー、本当に9人乗りぐらいのちっちゃな飛行機で、えー、体重までこう申告するわけでですね、えー、そこで、えー、乗ってですね。 なんか運転手がやってきてみんな行くよとか言って行くわけですよちょっと怖かったですけどね、えー、それで新島の法務局にて登記申請しましたけど、まあ、今はインターネットつながってるのでインターネット申請ができますので、えー、現場の法務局まで行く必要はないので事務所はだいぶ楽になりましたよね昔はだから外回りをしなきゃいけなかったんで補助者を置いたりだとか結構大変だったんですが、まあ、今ではインターネットを介して申請することができますので、まあ、それほどお、まあ、この法務局行く手間はいらないですけどもとにかくまあその法務局申請する法務局決まってるんだ ということになりますであとはあその下にですね、えー、不動産の表示を書いていきますがその上にこの登録免許税って書いてありますが登記申請するには税金が必要ですこれを登録免許税と言います、えー、登録免許税法という法律に規定があって今回は3000万の、えー、不動産ですから3000万の1000分の2という登録免許税が必要になって、えー、3 0 60万円ですね必要になります 実際にはこの申請書に六十万円の収入印紙を貼り付けて申請することになります、えー、この登記申請書の二枚目にあの徴用台紙を貼り付けてそこにこう印紙を貼って出していくとだから登記申請書に印紙に添付書類を全部バッサリ付けてごっそり付けて出していくとこういうことになりますねよろしいでしょうかこれで登記簿が河野一郎さん名義のものから大津野二郎さん名義に書き換えてもらえるんだということになるわけです よろしいでしょうかえ皆さんはこのように、えー、不動産登記の勉強をしていくことになります、えー、不動産登記はあ実務においてもこの試験においても、えー、非常に重要なあ法律になっておりますえー、実際にはこの不動産登記だけではなくてまあいろんなですね、えー、法律を勉強していかなければいけません、えー、司法書士の試験というのは非常にこう範囲が あ広いとういうことになりますからもう不動産登記だけじゃないです、もう会社法とか商業時まで勉強していかなければいけませんので非常にこう大変です。でまあ、今回、ですねあの講座案内というかえこれからあ私の講座が始まりますからあそのプロデュースというかですねかねてこうやってお話をしているわけですがただあの正直に言っておくと大変な試験ですよ。ですからこれからららこれ勉強を始めたら うんまあ、初めての方にこういうことを言うとあれですけども、まあ、ちゃんと知ってから勉強を始めないと、えー、後から後悔しても困りますからちゃんと私は言っておきますよ、あの大変ですで、これから始めたら本当に毎日毎日勉強づけになります、えー、本当にこうたくさんの科目があってこの試験、何が大変かというとやることが多いんですね、えー、不動産投機だけでもひな形ありますが商業投機でもやっぱり100枚以上のひな形が出てきますですでかかららら皆さんこれ勉勉強強始めたらもう勉強中心の生活になります。 えー、そこは覚悟しておいてください、その代わり皆さんが勉強する分受からなければいけないし受からせてあげたい、そのためにこちらはできることはすべて提供します、えー、ついてきてくださいね、えー、もう質問体制もそうだし、講義でも工夫できることはすべてやります、えー、特に、えー、これからですね、えー、民法なんかも改正がされましたから。 あこちらの情報提供次第では本当に皆さんが効率よく勉強できたり、えー、なんだよなんてことになりかねませんねだからこちらも皆さんの人生を乗せて責任重大です、えー、このクラスで勉強して良かったと受かったと言ってもらえるようにですね、えー、精一杯、えー、できることはあやっていきたいと思います、えー、これ二人三脚ですからねもちろん皆さんが勉強しなければあ受かりませんがあ皆さんがあとは覚えればいいあとは直前期頑張ればいいということになるように情報収差選択して、えー、最新情報を伝えてというのはこちらの仕事の なりますから本当にこちらも精一杯頑張らせていただきたいというふうに思いますのでぜひ最後までついてきて合格目指してくださいあの合格した後はですね本当にこ,うこのような実務が待っております責任重大な実務が待っております責任重大であればあるほどやっぱりこうやりがいがありますよねですからそんな仕事が待っておりますからぜひ合格できるように一緒に頑張っていきましょう最後までお聴きいただきありがとうございました。